36+3 3日目は緑の道で宮崎駅から別府駅までの旅です。宮崎駅に36+3が入線します。宮崎駅を出ると延岡駅に停車して、その次は宗太郎駅に停車します。宗太郎駅は JR 九州の秘境駅として知られています。普通列車でも停車して降りることができるのは1日に3便とか。鉄道でなければ全く秘境駅ではないのですが、秘境駅としてあまりにも有名になりました。続いて列車はお隣の重岡駅にも停車します。重岡駅も秘境駅みたいです。表現はあれですが、全く何もありません。そして何もないこと、静寂な時間だけがあること、これらの貴重さを教えてくれます。 JR 九州の田舎の駅を秘境駅として売り出す必要はないと思いますが、ある意味九州には秘境駅となる駅が多く存在します。今の時代、これらは立派な観光資源と言えるかもしれません。そして今日の目的地、別府駅に列車は到着します。